前々回の動画だったかな。在韓米軍駐留費問題でトランプ大統領が現在の5倍を要求しているけど、本当は12倍多い年間70兆ウォンもの分担金を要求する考えを持っていたとお伝えしましたよね。もともと12倍だったのを5倍に値下げしたくらいだから、今回の交渉で妥協することはないんじゃって思ってたんだけど、思った通りトランプさんはガチで、しかも韓国政府が考えていなかったあの踏み絵まで要求してきました。こんにちは、世界のカラのエドワードです。10月31日付、韓国のニュースでは防衛費分担金に関してこのように報じています。米国が第11回韓米防衛費分担特別協定 SMA の交渉2回目会議でも、既存の50億ドル5兆8300ウォン規模の防衛費分担金の引き上げ案を提示していたことが分かった。米国は今回の会議では米国のインド太平洋戦略についても韓国に寄与することを要求。韓国側の関係者は、私たちの代表団は防衛費分担金は在韓米軍の駐留関連以外の項目をサポートすることができないようになっており、インド太平洋戦略関連費用が含まれる場合、国会の批准を受けることができないという立場を米国に明らかに伝えたと説明した。いやー、ついに来た。まさかインド太平洋戦略まで韓国政府に要求してくるなんて。インド太平洋戦略とは、2019年6月1日米国防省が発表した報告書のこと。これには、中国を法の支配に基づく秩序の価値と原則を毀損する修正主義国家と明記し、フィリピンやタイなどの同盟国やシンガポールなどの戦略的パートナーシップ国、そして新たなパートナー国としてベトナム、インドネシア、マレーシアなどが列挙されており、完全に中国を仮想敵国とした包囲網なんです。もちろん北朝鮮やロシアに対しても厳しい態度で臨むことを強調しています。今まで韓国は同盟国にもかかわらず北朝鮮の瀬戸利監視メンバーに入っておらず、それどころか韓国海軍が瀬戸利に関わっているのではとまで疑われている状態。アメリカ側がインド太平洋戦略にまで寄与するよう求めてきたということは、アメリカ側につくのか、それとも中国につくのか、いい加減はっきりしろよという最後通告のサインだと見ても良いでしょう。しかしこの戦略に加われば、中国が軍事力はもちろんのこと、また経済制裁などでいじめてくるのは明らか。北の将軍様も韓国に射程を合わせた中距離ミサイルを日本海に発射し、プレッシャーをかけてくるでしょうね。分担金の総額だけでなく、年間の増加率、そしてインド太平洋戦略、韓国としてはどっちについても軍事的そして経済的にも苦しい決断。いやー、年末にかけて目が離せなくなってきました。さて、ムンさんの決断はいかに。以上、最後までご視聴ありがとうございました。